今回紹介するのは第一次世界大戦の初期、1914年12月24日から12月25日において、ドイツ兵と一部のイギリス兵がクリスマスを祝って休戦したクリスマス休戦と、その写真について。まず第一次世界大戦はクリスマスまでには終わるだろうという当時の政治家軍人が考えていたのとは裏腹に、長期戦の様相を呈していたよ。徴兵された新兵がクリスマスまでには帰るよと叫んだ話なんかが有名だよね。この頃はライブ&レッドライブ、いわゆる短期間の停戦を行うことが暗黙の了解として生まれていたんだ。特に12月初旬から多く発生していて、ドイツ軍曹がイギリスの参謀を友好的に訪問したとか、ドイツ人外科医の日記には毎晩30分間の定期的な停戦を設け、戦死者の回収と埋葬を行い、両陣営の軍人がそれぞれの新聞を交換したとか、雨で水浸しになった残壕の排水および戦闘で傷んだ部分を補修を行ったなど、いろいろな記録が残っているんだ。この様子は当時従軍していたフランスのシャルル・ド・ゴール中尉が嘆かわしい行為として大従軍の司令官ビクトル・ドゥルバル将軍に報告し、将軍も隣人と仲良くするような行為は避けるべきだと訓令を出しているんだ。フランスはドイツの侵攻を受け、国土が戦場になっていたもんで、ベルギー軍も連合国側で参加していたけど、その点はフランスと同様だね。そのためクリスマス休戦を行ったはイギリス軍にほぼ限定されるんだ。これはイギリス海外派遣軍が連合国の主力ではなかったことと、敵対していたドイツ軍内には出稼ぎでイギリスに在住しているものが多く配属されていたため、言葉や文化を理解していたことが要因とされているね。そのためサッカーリーグのニュースをドイツ兵から尋ねられたというイギリス兵の記録が残されているんだ。言葉が通じるっていうのは大きいよね。そんな中、12月23日に両陣営に祖国からクリスマスプレゼントが届くんだ。イギリス軍にはプリンセスメアリーボックスといわれるジョージ5世の一人娘メアリー王女の横顔が刻まれた箱で、チョコレートやスコーン、タバコなどの嗜好品と手紙が含まれていたんだ。ドイツ軍には家族からの手紙や防寒着、アルコールやタバコ、折りたたみ式のクリスマスツリーが込められていたよ。彼らは贈られたクリスマスプレゼントをイブに穏やかな気持ちで開けたいと強く願うことになるんだ。その思いは行動に表れ、12月24日午前10時頃、フランスのヌーブシャペルにいたウォルター・コングリーブ准将は、残暴から手を振るドイツ兵が停戦を提案。彼の部下が残暴から身を乗り出したことで他の兵士も追随する場面を目撃、局所的ながら実質的な停戦となったんだ。最初に残壕から出た人は勇気があるね。他の地域ではイブの夜に残壕から光るものを見たイギリス軍将校が恐る恐る確認すると、ドイツの残壕に光り輝くクリスマスツリーとクリスマスキャロルの歌声が聞こえ、イギリス軍でもキャロルを歌いそれに応えたよ。こうした停戦の様子は手記に残されていて、例えば終戦後漫画家となったブルース・ベインズ・ファーザーは、奇妙なクリスマスを体験した。私は銃声の止んだ緩衝地帯でドイツ人の注意を見つけた。私は収集家でもあったので彼のボタンが気に入ったと伝えると、彼は交換を提案してくれた。私はワイヤークリッパーを使い彼のボタンをいくつか外し、代わりに私のボタンを彼に渡した。周囲を見回してみると、同僚の美容師だった機関銃手がドイツ人の不自然に長く伸びた髪を切っているところだった。ドイツ人はおとなしく髪が切り終わるまでその場にとどまったと記し、19歳の兵卒だったケンリー・ウィリアムソンは、愛する母へ、私は残壕の中でこの手紙を書いています。残壕の中は泥にあふれたり、あるいは凍っている居心地の悪い場所です。そんな中、私はパイプを吸っていて、実はこのパイプにはドイツのタバコが入っているんだ。捕虜のものだとか敵の残壕から見つけたと思うだろうけど、このタバコはドイツ兵と交換したものなんだ。
クリスマスイブに両軍の間にある平地で出会い、記念品を交換し握手を交わしたんだよ。素晴らしいことだと思いませんか？と母に宛てた手紙に記しているんだ。さらにベルギー西部のメシーヌ村をはじめいくつかの地域ではイギリス兵とドイツ兵によるサッカーが興じられたんだ。ボールがなかったため土のう袋を使ってボールを作り試合を行ったよ。ちなみによくクリスマス休戦で行われたサッカーの写真といわれるこの一枚は1915年12月25日にイギリス軍の第26師団がギリシャで行ったサッカーの様子だからここに明記しておくね。この休戦は24日から最長で1月1日まで続いたとされているんだ。しかしこの停戦は両軍内部では快く思われておらず、イギリス軍の総司令官ジョン・フレンチ将軍は今後このような非公式な停戦を認めない旨を言明し、イギリス第二軍団の司令官サン・ホリス・ドルエン将軍はドイツ軍との友好的なコミュニケーションを禁じたよ。ドイツ軍でも陸軍参謀総長のエーリヒ・フォン・ファルケンハイン将軍は持ち場を離れて敵陣に向かおうとする者は撃て、と命令を出し、当時上等兵として従軍していたアドルフ・ヒトラーも戦時中にこのようなことをするべきではないと同僚や部下を叱りつけたそうなんだ。親友を失っていたり自分自身が負傷していたりしたらそういう心情にはならないかもしれないね。このため1914年のクリスマス休戦以後はこういった停戦は起きず、1918年の正式な停戦まで戦闘状態が継続することになるよ。しかしこのクリスマス休戦は平和への抗議を含む戦争への非協力の精神を劇的に表す出来事として、ポール・マッカートニーのパイプス・オブ・ピースのようにアーティストによって作品内で描写されたりするなど、書物や音楽など多方面で語り継がれることになるんだ。